こんにちは、むつきのウォッチチャンネルです。仕事で広島に行き、昼食を食べたお好み村の近くにタイムペディアさんがあったので行ってきました。初めてのお店だったので探しながら歩いていたら、 YouTube や SNS で見たことのある川野さんがお店の前で撮影しており、着いたことが分かりました。いくつか G-SHOCK を見せていただいて購入したのがファセッタズームとのコラボモデル DW5900FA1JR です。今回は8つの項目に分けて紹介したいと思います。1、箱を見てみましょう。コラボモデルなのでいつもの箱とはだいぶ作りが違います。箱を持ち上げて見てみましょう。箱には金色でファセッタズーム、緑色で G-SHOCK と書かれています。箱は紙でできています。それでは箱を開けてみます。箱を開けると取扱説明書が入っています。ビニールから出して少しだけ説明書を開いてみます。6月21日にタイムペディアさんで購入したのが分かります。中の缶を取り出してみます。蓋には金色でファセッタズム、緑色で G-SHOCK と書かれています。箱の周りも同じように書かれています。蓋を開けてみます。一緒にクッションも取れてしまいましたが、 DW5900FA1JR です。時計を取り出してクッションを外してみます。2、時計全体を見てみましょう。まずは尾状の方から見てみます。尾状は金色になっています。有冠はバンドと同色になっています。ダイヤルは後ほど詳しく見るので飛ばします。縦が 51.4mm、 横が 46.8mm です。長い方のバンドには緑色でウォーターレジスト20バーと書いてあります。次は裏側を見てみます。尾状の裏側にはカシオチャイナと書いてあります。裏蓋も後ほど詳しく見るので飛ばします。バンドをワンタッチで外せるような作りにはなってないです。次は横から見てみます。厚さは 15.5mm です。反対側のサイドも見てみます。ネジとボタンの色が金色で、ボタンは金色の鏡面仕上げになっています。3、ダイヤルをじっくりと見てみましょう。ベゼルの文字はプロテクションと G-SHOCK が緑色で、その他の文字は赤色になっています。ダイヤルはスモークブルーでスケルトンになっています。上半分を拡大してみます。カシオ、ショックレジスト、アラーム、クロノと金色で書かれています。真ん中の丸の部分の文字はアラーム、シグナルが白色で、スヌーズ、ミュート、DST が金色になっています。オンの時液晶で表示されます。その他には左側の丸が1から5秒、右側の丸が6から0秒の時に点灯します。照明で見えなかった左側にはオンオフと書いてあります。液晶部分は反転液晶になっています。その下の文字は金色でファセッタズームと書いてあります。右下の文字はサーチ。左下の文字は拡大してみたりしたのですが、ちょっと読めなかったです。4、裏蓋を見てみましょう。裏蓋は縦にヘアライン仕上げが施されていて、操作ガイド3456、ステンレススチールバッグ、メイドインチャイナ、ウォーターレジスタント、20気圧防水などいろいろな文字とマークが刻印してあります。5、リストショットです。黒色のバンドに金色の尾状はいいアクセントになります。個人的には黒色に緑色と赤色の文字、そしてスモークブルーのダイヤルが気に入っています。横からの視認性は数字などは何も見えないです。このモデルに反転液晶は合ってると思いますが、正面から外れると文字が読みづらくなります。6、
時計の合わせ方です。まず時刻モードの時 A ボタンを1秒以上押し続けます。秒が点滅します。 D ボタンを押すと0秒になります。30から59秒の時は1分繰り上がります。 C ボタンを押します。都市コードが点滅します。 B ボタンと D ボタンで変更します。東京に戻しておきます。次はサマータイムの設定です。 C ボタンを押します。美容のところにオフという文字が点滅します。 D ボタンを押してオンオフを切り替えます。オンにすると1時間時間が進みます。 C ボタンを押します。時間が点滅します。 B ボタンと D ボタンで変更します。8時に戻しておきます。 C ボタンを押します。分が点滅します。 B ボタンと D ボタンで変更します。 C ボタンを押します。12時間と24時間の切り替えができます。 D ボタンを押して変更します。12時間制に戻しておきます。 C ボタンを押します。年が点滅します。 B ボタンと D ボタンで変更します。 C ボタンを押します。月が点滅します。これも B ボタンと D ボタンで変更します。 C ボタンを押します。日にちが点滅します。これも B ボタンと D ボタンで変更します。C ボタンを押します。秒が点滅して一巡しました。A ボタンを押して設定を終了します。7、夜光です。照明を消します。B ボタンを押してライトをつけます。ブルーグリーンのライトが綺麗で、時刻や曜日などがはっきりとわかるようになります。8、乾燥です。スペックを載せておきます。このタイプのモデルを持っていないことと、ベゼルの赤、緑、黒とボタンと微状の金色の色合いが気に入りました。1秒ずつ増えるときと減るときの丸い部分の液晶表示が動きがあっていいです。地味ですが、電池の持ちが5年と良くなっているのもいいところだと思います。少し残念な点を一つ挙げておきます。このモデルとの見た目の相性はいいですが、反転液晶が見づらい場面が多々あります。まだ購入することができるので、少しでも購入時の参考になれば幸いです。最後におまけです。日付の変わる瞬間です。一瞬で曜日と日付と時刻が変わっています。もう一度スローでご覧ください。スローにすると数字が変わっているところが多少わかります。もう一つおまけです。ストップウォッチの通常計測の仕方です。C ボタンを2回押してストップウォッチモードにします。D ボタンを押してスタートします。止めるときも D ボタンです。再スタートも D ボタンです。止めます。A ボタンでリセットします。その他の機能の使い方は別の動画で紹介したいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。